これもまあ貴重なトミカになるんですけども、これは日本製のものになりますね。日本製のもので、こうね、ちょっとこのシールは私がちょっと後で貼り付けましたけどね、ものになる大変貴重な当時物のトミカのフェアリー Z でございます。でこれは日本の自動車産業が急成長を告げ、対米輸出も急速に拡大していた昭和40年代当時、国内外で新たなイメージリーダーになり得る本格的なスポーツカーとして企画されたのが昭和44年1969年に登場したフェアリティ Z だったんですね。で先代車であるダットサンフェアリティがオープンボディだったのに対し、フェアリティ Z はクーペボディとなり、先代モデルでは直列4気筒だったエンジンも SOHE と DOHE の 1998cc 直列6気筒の種類を用意。特に DOHE の S20 型エンジンはプロトタイプレーシングカー R380 のエンジンをベースにしたもので、チェーニング次第では250馬力に達するポルシェを占めていたと。でこうしたエンジンを含めたロングノーズボンネットをはじめ、3年メーターが並ぶコクピットや室内高はわずか1075センチほどの空間に採用されたバケットタイプのシートなど、内外装はタイトなスポーツカーらしい、まあ、デザインとなっていたと。でレースシーンにおいて日産はその前ラリーカーに起用していたブルーバードに代わりフェアレディ Z を起用、昭和46年1971年サバイダルに入賞したほか、富士グランチャンピオンレースでも優勝を飾ったんですね。さらに昭和47年1972年には日産から神奈川県警高速機動隊にパトカーとして S30 型 240ZG が納車され、最強のパトカーと言われたこともまだ話題を集めたと。で国内においてフェアレディ Z は菊池を意味する社名にアルファベットの高圧の文字として旧国の示す Z の名式が与えられた。またダットサン Z カーとして販売された海外では Z カーとして親しまれ、中年間にあたって販売され、日産自動車だけにとどまらずメイドインジャパンの、まあ、象徴となった、車だったんですね。まあ今にしてもらうと随分と、懐かしい車ではあるかと思いますけども、その時代の、まあ、懐かしい人も私は影も形もなかった、時代のことではありますけども、まあ、これがフェアリー、今ではフェアリーはあったことあったんですけど、 Z の名が付いたのはこれが初めてなんですね。でフェアリー Z となって、これが昭和40年の10月から昭和53年の8月まで、で形式は S30、S31 とかね、なっておりますね。まあ、これがほら悪魔の Z って呼ばれたね、あの湾岸ミッドナイトの、形と同じ同型のものに、なりますね。で、これが生産台数が当時では極めて少なくて6万6291台と、非常に少ない生産台数だったんですね。で、グレードは一番お安いものでもですね、まあ当時安かったんですね。まあその名も Z、 分かりやすいですね。 Z ってグレードで93万円。そして一番、高いものになりますと、Z タイプの 2x2、 これが196万2000円になってた。200万。まあこのぐらいの値段になってくると ちょっと高い差はありますけどね。でも今はもっと高くなってるから、もう市場に今となった貴重なこうあの時代ですね。でこの時代にもすでに AT っていうオートマがね、まあ、存在していた、時代でもまあありました。もうアメ車なんかはね、もうコルベットなんかもう50年代の時にもオートマっていうのが出てきたから、まあ日本でもオートマを使おうということでオートマがねこう出てきた。どうしてもこうスポーツカーっていうとマニュアルっていうイメージが強いんだけども、まあマニュアルもね、1速2速と自由に変速ができて楽しい車でもあるんだけども、まあこうスポーツカーあるいはスポーティー感なんだけど、ゆっくりと走りたいという人のためにもね、やっぱ変速するのもこう大変ですし、まあ一つこう誤ると、まあ事故の元になったりしますからね。その点オートマっていうのは、まあこう自分でね、まあ、こうガシャガシャ変えることが、まあ、できなくてつまらないって部分もあるんだけど、まあその分やっぱり自動で1速2速となっていったり上がっていったり下がっていったりするから、まあそういう点では非常に便利かなというふうには思います。ただまあこのフェアリディ Z っていうのはかっこいい車でしたね。でこの青い感じがまたいいですね。
この他にもいろいろ黄土色みたいな色があったり、いろんな色があって、これもなんかフルモデルチェンジされていったりなんかして、型がどんどん変わっていってね。で、当時アメリカではズイーカーって呼ばれて、これを高速道路にね持っていった時に、まあスピード違反で捕まってしまったことがあったんですね。で、それでフェアリディジェットの開発の人が止められて、これは何の車だって言われた時に、これは日本の車で、実はこういう高速道路ね、日本は高速道路っていうのがまだ当時なかったから、まあそのアメリカの高速道、アメリカに車を、日本車を持ってきて、でそれを試してるところなんですよって言って、でそしたらまあ、 あの向こうの警察の人も、アメリカの警察の人も驚いて、そんな速い車が日本車であったのかって言って、でそれでこれがあの日本のフェアレディ Z ですって、そしたらまあ瞬く間に全米とか、まあ、に知れ渡っていったんですね。フェアレディ Z っていう、日本にはちっちゃかい車があるけど、まあでもあれはちっちゃかいからちょっとバカにできないスピードで走るぞって言って、でそれで、一躍有名になっていってね、ものになりましたけども、なかなかいいですね。これは形から言ったら後期型ではないかと思いますね。前期型だとここにちょっとラジエーターがあるので、これは後期型に、なるかなと思いますけどね。まあなかなかいい、形ですよね。今見てもやっぱりいいですし、まあ世代によってはフェアレディ Z っていうといろんな型のイメージを思い浮かびますけども、まあ今の60代とか70代ぐらいの人だとフェアレディ Z っていうとこの初代のこの形を思い出すという人もいるんじゃないですかね。まあ、これが面白いことで、70年代生まれの人だと80年代のフェアリー Z っていうのを思いつくし、80年代生まれの人からすると90年の出たフェアリー Z、 あれがフェアリー Z だっていうイメージが、まあ、あるんですよね。で2000年生まれの人は2000年の時に出た、2003年後に出たフェアリー Z、 あれがフェアリー Z だというね、そういうふうに、まあ、Z 一つを取ってみても、こう生まれた世代によってこう Z の印象が、印象も形もこう変わってくるっていうのもまた面白くていいんじゃないかなというふうに思います。これトビカとしてもね、もう非常に貴重になってきましたからね。でもう何しろ一桁前に、もうね、平成という時代ももう終わりますので、もう二桁も昔の話になってしまいましたけども、まあこういうふうなね、なっていて、非常に色も使いもいいですね。中の内装の移動使いも良くて非常にいい、車でございます。今じゃこれはなかなかね、もう手に入ることが、もうほと、まあ、不可能ではないんだろうけど、でももう厳しいかもしれないですね。もう平成の時代 もう終わってしまうので、まあ、今これを必死になって探している方は、今のうちこの平成の時代のうちに、まあ、あるかどうかは別として、あれば即買った方が良い。まあそれだけやっぱりこれは印象に残るし、こういい車ではあるかなと思いますね。どうもありがとうございました。